皆さんこんにちは。横浜にある栄シャローム福音教会の小山英二です。今日は10月14日、聖書箇所はエゼキエル書20章10節から29節、神の御心に従い神の名誉を高めましょう。エゼキエル書20章10節から29節。こうして私はエジプトの地から彼らを連れ出し、荒野に導き入れ、私の掟を彼らに与え、それを実行すれば生きることのできるその私の定めを彼らに教えた。私はまた彼らに私の安息日を与えて、私と彼らとの間の印とし、私が彼らを性別する主であることを彼らが知るようにした。それなのにイスラエルの家は荒野で私に逆らい、私の掟に従って歩まず、それを行えば生きることのできるその私の定めをもないがしろにし、私の安息日をひどく汚した。だから私は荒野で私の憤りを彼らの上に注ぎ、彼らを立ち滅ぼそうと考えた。しかし私は私の名のために彼らを連れ出すのを見ていた諸国の民の目の前で私の名を汚そうとはしなかった。だが私は私が与えた乳と蜜の流れる地、どの地よりも麗しい地に彼らを導き入れないと荒野で彼らに誓った。それは彼らが私の定めをないがしろにし、私の掟を踏み行わず、私の安息日を汚したからだ。それほど彼らの心は偶像を慕っていた。それでも私は彼らを惜しんで滅ぼさず、私は荒野で彼らを絶やさなかった。私は彼らの子供たちに荒野で言った。あなた方の父たちの掟に従って歩むな。彼らの習わしを守るな。彼らの偶像で身を汚すな。私があなた方の神、主である。私の掟に従って歩み、私の定めを守り行え。また、私の安息日を清く保て。これを私とあなた方との間の印とし、私があなた方の神、主であることを知れと。それなのに、その子供たちは私に逆らい、私の掟に従って歩まず、それを行えば生きることのできるその私の定めを守り行わず、私の安息日を汚した。だから私は荒野で私の憤りを彼らの上に注ぎ、彼らへの私の怒りを全うしようと思った。しかし私は手を引いて、私の名のために彼らを連れ出すのを見ていた諸国の民の目の前で私の名を汚そうとはしなかった。だが私は彼らを諸国の民の中に散らし、国々へ追い散らすと荒野で彼らに誓った。彼らが私の定めを行わず、私の掟をないがしろにし、私の安息日を汚し、彼らの心が父たちの偶像を慕ったからだ。私もまた良くない掟、それによっては生きられない定めを彼らに与えた。彼らがすべての遺骨に火の中を通らせたとき、私は彼らの捧げ物によって彼らを汚した。それは私が彼らを滅ぼすため、私が主であることを彼らが知るためである。それゆえ人の子よ、
イスラエルの家に語って言え。神である主はこう仰せられる。あなた方の先祖はなおこのようにして私に不信に不信を重ね、私を冒涜した。私が彼らに与えると誓った地に彼らを連れて行ったとき、彼らは高い丘や茂った木を見ると、どこででも生贄を捧げ、主の怒りを引き起こす捧げ物を捧げ、なだめの香りを備え、注ぎの葡萄酒を注いだ。そこで私は彼らに言った。あなた方が通う高きところは何なのか。今日でもその名をバマと呼ばれているが。バビロンにいるユダヤ人の長老たちの何人かが神様に尋ね求めようとしてエゼキエルのところにやってきました。その時神様の言葉がエゼキエルに臨み、エゼキエルは語り出しました。今日の箇所はその時エゼキエルが語ったことの続きであります。今日の箇所は特に出エジプトの出来事が中心になっております。十節以下にこのように記されております。こうして私はエジプトの地から彼らを連れ出し、荒野に導き入れ、私の掟を彼らに与え、それを実行すれば生きることのできるその私の定めを彼らに教えた。私はまた彼らに私の安息日を与えて、私と彼らとの間の印とし、私が彼らを聖別する主であることを彼らが知るようにした。それなのにイスラエルの家は荒野で私に逆らい、私の掟に従って歩まず、それを行えば生きることのできるその私の定めをもうないがしろにし、私の安息日をひどく汚した。だから私は荒野で私の憤りを彼らの上に注ぎ、彼らを立ち滅ぼそうと考えた。神様はイスラエルの人々を荒野に導きました。エレミア書では荒野で恵みを得たという世界があるということを伝えております。しかし今日のエゼキエル書では荒野で神に逆らうイスラエルの民の歴史が語られております。チーロバ先生こと榎本康郎先生がこんなことをおっしゃられております。問題は荒野が良いとか悪いとかではなく、そこでその人がどう生きていくかなのである。荒野へ行ったら神の恵みを豊かに受けられるわけでもないし、荒野だから神に背くわけでもない。大事なことは私たちがその置かれたところでどう生きるかである。荒野で生きていくイスラエルのために神様は掟を与えたと言います。しかしイスラエルはその定めをないがしろにしたと言います。試練は私たちの人生に益をもたらすこともあれば、害をもたらすこともあり得るということだと思います。まさにそれは私たちがどのような姿勢を取るかにかかっていると言えると思います。マイナスは必ずプラスになると信仰的に捉えるか、それともただ後ろ向きになって不平不満を口にするかで私たちの人生は大きく左右されるものなのだと思います。私はアメリカのバイブルカレッジで4年間ほど寮生活をしました。9割以上はアメリカ人の寮でありましたので、とても鍛えられました。一番鍛えられたことは前向きになる、信仰的に考えるということであります。私は実はとてもネガティブになりやすい傾向がありました。ある時そのことを心配したアメリカ人の友人が突然紙に PMA と書いて私を諭しました。エイジ、 PMA って知ってるか。ポジティブメンタルアティチュード、前向きに考える姿勢、君にはこれが必要だ。
実際寮で生活していますと、否定的になると誰も心配もしてくれませんし、声もかけてもらえません。ですから、前向きに信仰的に考える訓練をさせていただいたと本当に感謝しております。さて、特にここで注目されているのは安息日規定です。荒野を旅していくために7日ごとの休みというのは彼らにとって現実的であり重要だったと思います。もっとも東京キリスト教大学の木内先生は、安息日規定を単に7日目に体を休める、労働をしないというだけの命令と取るのは誤りではないが表面的すぎると言います。明らかに7日目には休むということが肉体的なことでありつつも、主の言葉に対する信頼が問題とされている。すなわち霊的な目的が安息日規定にはあるのであると言います。リンカーンという学者もこんなことを言っております。安息日を守ることは今自分自身の行いに頼ることを終わらせることを求めている。まさにイスラエルの民がないがしろにした安息日というのは自分自身を頼ろうとする、まさに主への信頼への問題だったというんです。神様は確かに安息日の目的をはっきりとこうおっしゃられました。私はまた彼らに私の安息日を与えて、私と彼らとの間の印とし、私が彼らを性別する主であることを彼らが知るようにした。イスラエルの民がその日を聖とし、主がイスラエルの民を聖とする。そこには神を神として認め、自己中心をやめ、自分の技をやめ、自らの貪りを殺す、ただ主の約束を信頼して生きていくというメッセージが込められていたということであります。ヘブル書にこういう箇所があります。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずです。私たちも自分の技を終える必要があると言います。自分のやり方、自分が正しいと思う方法に固執しないで、神を信頼する必要があるというんです。イスラエルの民の問題は自分たちで何とかなる、いや自分たちだけが良ければいいという、まさに本当は自分がではなく神が自分たちを聖としてくださるお方であるということを忘れて、神を信頼するということを軽く見て傲慢になってしまったことであります。聖書よりも自分の方が正しい、もしそのように傲慢に生きるならば、それは安息日を破っていることと同じことだと言うんです。ヘブル書の4章はこのようにまとめてあります。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。私はイエス・キリストが必要だと認めることこそ、安息日を守るという意味の本質だと言えるのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちの大祭司、イエス・キリストを
見上げているでしょうか。17節にこういう箇所があります。それでも私は彼らを惜しんで滅ぼさず、私は荒野で彼らを絶やさなかった。岩波訳ではこんなふうに訳しております。だが彼らを滅ぼさないために我が目は彼らを見逃した。私は荒野で彼らにとどめを刺すことはしなかった。神様が見逃しているからといって認められていることとは違うということだと思います。私たちはそのことを忘れずに、日々神を神と認めてイエス様の御業の中で生きていく必要があります。祈ります。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。イエス様、あなたが必要です。どうか信仰的に前向きに今日も歩んでいくことができますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。